私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。宇野昌磨の祖父が本田真凜との堂々交際宣言に反論、真凜との愛称結婚。9月18日、フィギュアスケート選手の宇野昌磨が公式サイト上にメッセージを掲載し、かねてより報道されていた本田真凜との交際を認めた。この度の一部報道にもありましたように、私宇野昌磨は本田真凜さんと以前より良いお付き合いをさせていただいております。報道内容におきましては、一部事実と異なる部分もございますが、今後とも温かく見守っていただけますと嬉しいです。14年年にはその距離が急接近することに。アイスショーの打ち上げで恋愛トークになり、真凜選手が彼氏とか欲しいなからと発言すると、宇野選手が自分を指さして立候補したのです。二人のお母さんも公認のもと、その場で連絡先を交換していましたよ。どうぞよろしくお願いいたします。その後、真凜選手も自身のインスタグラムのストーリーズに宇野選手の公式サイトのリンクを貼り、双方が認めた形になりました。今年の1月1日にサンケイスポーツが2人の交際を報じ、9月15日にはふみはるオンラインがデート写真を掲載。スターバックスで会話をしている若者カップルの微笑ましい光景でした。出会いのきっかけは、本田家5人兄弟の長男で元フィギュアスケート選手の太一だったという。宇野選手と太一さんは年齢が近く、もともと友達同士。13年年に合宿で一緒になった際に、妹として真凜選手を紹介したそうです。その後約3年半前に交際がスタート。周囲も温かく見守る中、交際は続いた。今年4月に開催されたアイスショー、プリンスアイスワールドで共演した2人。真凜選手は関係者に彼氏の宇野ですと宇野選手のことを紹介していました。とても幸せそうで、交際が順調な様子が伝わってきました。交際発表を受けて、宇野の祖父で画家の藤尾さんも嬉しそうな声色でこう話す。宇野の祖父を直撃すると、結構だが、ね。年頃だし、そういうことになるよ。結婚、それは、昌磨の意思の問題もあるから、本人たちが一番立派だと思う道を考えていけばいい。私は夢と希望と努力と精進で生きてきましたが、昌磨もそれができている。そういう人間だから、お互いに切磋琢磨し合える同じスケート選手の真凜ちゃんと合うんじゃないかな。オリンピックで優勝もしたいし、彼女とも早く結婚したいというのが、昌磨の願望だろうね。次回大会は26年に行われるミラノコルティナ五輪。4年後には、ニツの夢が叶うかも。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。